ズドン、ハルキュナヨン。今回は、この間、福袋を開けた時に入ってたこちら。こちらの方をレビューしていきたいと思います。こちらは、加湿器ですけども、陶器の。陶器でできた。この感じの加湿器です。実際どんなものか買ってみたいと思います。いやまあ加湿器というか使って何だっけな、なんかするやつなんですけど、ぶっちゃけこれって水さえ入れれば。この中に水さえ入れれば、あとアロマを垂らすだけでいいんで、水だけ入れればすぐ使えるっていう。はい、水入れてきました。これで蓋をして、ってだけですね。でここにスイッチがあるんで、さあスイッチ入れて、これでいいんかな。いいっすね。これでアロマも入れればなおよしと。なるほどね、って感じっす。はい、こんな感じですね。とりあえずなかなかいい感じです。で、まあオイル垂らしとけばいい、なおいいんですけど、なかったらなかったで、とりあえず加湿器としても使えるからめっちゃいいですね、これ。はい、ということで、ね、今日はこの加湿器をレビューしてみました。いやー、いいですね。はい。